皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、人間キャラをですね、ついに育成しました。ずっと育成しませんでした。コイン集めるの面倒くさすぎて育成してなかったんですけど、A0 のね、まあ正確には A1 で、まあ、A0 と同じ実数値のサーフ号をいただきました。これくれをいただきました。そしてサーフ号にしました。使っていきましょう。悪だくみシャドーボールゴールドラッシュトリックというわけで、このね、素早さを上げている状態でトリックでスカーフを強制的に渡して悪だくみして、もうゴリゴリとやっちまおうかと思います。それではやっていきましょう。ハヤトさん、よろしくお願いします。鉄の武人、轟く月、銅、そして、なんだっけ、ラウドボーンのサーフ後にセグレイブということはパルシェンいけんじゃないか。これパルシェンゲーミングしようか。パルシェンゲーミングいけるかな。パルシェンいけるか。本当にいけるか。いけそうな気がする。サーフ号もう一枠ドラパにしようかな。これでいきましょう。鉄の武人パルシェンから彼破りましょうか。ひとまず彼破る。ブーストエナジーを発動しなかった。何していくんだろう。あー、壁張りか。8ターン壁張りタイプね。でインファイト持ちか。いや、これはね、多分粘土だと思うんですよね。で、これ全然スララバリで減らないんだけど、これインファイト食らっちゃうと1になっちゃうから体力。悩むな。もう一回殻破ったところでそこまで効果ないよね、多分ね。スララバリ2回の方がいいんかな。それともインファイト来るのを読んで、やったけどサーフ号に引くか。サーフ号に引いて、インファイト1回透かして、でも技がわかんないんだよな。まあ、リフレクター、光の壁、インファイト。まあ、道連れとかだったらサーフ号がめちゃめちゃ有効なんだけど、うん、打ったけど多分落ちないから、これサーフにします。ここでね、インファイト来るのが一番やだ。落としきれない。アンコール、オッケー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 、いいよ。アンコールね。リフレクターアンコール、トリックしましょうか。多分ね、粘土だと思うんだよね。まあでもいらないんですか、今現状は。いらないんで、トリック。まあ、入れ替えてくれればそれはそれで。その入れ替えたポケモンにトリック入るから。さあ、これで、強制アンコール。粘土でしょ、多分。粘土以外で。ああ、粘土か、いらないな。ああ、強制アンコールじゃない。渡してからか。こっから強制光の壁ですね。まあ、それはいいとして、悪だかみしましょう。もうガツガツ進んでいくしかないから、さすがに入れ替える。うん、それは確定なんだけど、壁張られちゃってるからどう倒そうって感じ。さあ、悪だくみはする。スライス多分勝ってないんですよね。相手がエースぶっぱだったら勝てないんですよね。ゴールドラッシュするかも。で、多分地震で死ぬんだよな、ここ。でも地震を耐えれるキャラがいないんで、パルシェのテラスが必要か。必要ない気がする、今現状は。刺さるとしたら、サーフ号だけ。で、サーフ号落とせるキャラが、まあ、こっちサーフ号か。パルシェン、サーフ号か。いや、悩むな、これ。どうしよう。まあ、素早さ勝てないから、いいや、行きます。もうスライス勝ってないんで、これ地震耐えに行く。テラス、なんだろう、たまに地面テラスもいるよね。あー、やったかな、これ余計なテラスしちゃったかな。地震耐える読みだったんですけど、地面テラスされるとちょっと無理かも。デューマイン
まだわかんない、いやわかんなくないか、ちょっと無理か。めっちゃ減る、ゴールドラッシュマジ強い。絶対ここ自信打ってくるでしょ。いやここパルシェンじゃね、ここパルシェンじゃないか、もしかしたら。あーリフレクト長えな。ここパルシェンにして地震一回耐えてつぶてでお、いや無理か、でもあれはやれんか、もしくはドラッパーはでも地震耐えない気がするんだよな。不意打ちでも死なないでしょ、ハチマキではあるけど死なないと思うんだよね。交換したら多分地震でワンパンされる気がするから、パルシェンでしょこれ。多分ねサーフを死なしちゃいけない気がする。あ、それはバリ、それは耐えるわ。これ熱っ、これ激熱つららばりなんだけど、ガチ熱い。いや死ぬか分かんないんだけど、つぶて打ってもいいかもしれない。ただもしくは物流系だから地震耐える可能性を考えて、でこれハチマキじゃないから耐える気がするんだよね。殻破ってつぶて、リフレクターがあるから全てで落ちない可能性があるんですよ、グレーブ。これ多分耐えるかもしれない。これ高校だから。あ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。全然いい。何くんのこれ。あ、ラウドボーンか。それは良くないわ。あんま意味ないかも、から破っても。ロックブラスト怖くないのかな、ラウドボーン出して。ロックブラのパルシンいるぞ。俺持ってきてないけど。で、まあ、B 受けだと思うんで、ラウドボーン。やれないよ、やれないよね。まあ、光の壁はなくなった。まあ、つららばに打ちましょう、これは。壁はなくなるんで。ちょっと削ろう、こいつ。全然削れん。あ、1ミリも削れん。買った。さあ、天然か。待って待って。天然にしてもここまで削れないんだ。おもちゃじゃん。え、削れましたって感じだね、これ。フレアソング打ってくる？あ、鬼火。これもちょっとパルシェン使い道なくなっちゃった気がする。ただ、フレアソングでバフかけられたくないんですよね。これ一回で全開するね。全開はしないけどほぼ無理だな。フレアソングのバフがマジで嫌なんで、で、相手地面テラスしてるんで、さあリフレクトなくなった。で、物理系確定してる。さあ、ここ行こう。まあ、フレアソングは嫌なんだけど、サーフゴシャドボー2回で多分倒せると思う。なんなら場合によっては食べ残しパクってもいいけど、半分減らないっしょ。うん、54、いいよ。これならシャドボー2回で落ちると思ってる。トリックしてる時間はないね、さすがに。さすがにトリックしてる時間はない。シャドボー2回打とう。ゴーストテラスだから火力はバカ高いよ。これサーフゴだけでいきたりするんじゃないの、もしかしたら。こんなんシャドーボー一択、シャドーボールがありない。引っ込めた。ラウドボーン残すんだね、無人。お、まあ削れてないもんね、無人、無人ね。また壁張ってくるのか、だるいな、壁は壁で。シャドーボー、うわダメージやば、めっちゃ減るじゃん。これは偉いんだけど、このサーフゴ落ちたくないんだよな。壁張ってくるか、もしくは火力を出してくるか。ただアンコールを持ってたんだよね、鉄の無人。リフレクターアンコールで火力だとしてインファイトで、ワンチャン叩き落とすとかで火力出してくる可能性あるんだよね。光の壁を打ってくるかな、ここもしかしたら。いや、これ光の壁打ってくる気がするんで、このままシャドーボール突っ張ります。多分ね、この方はね、あ、そうだよね、火力を持ってない。で、これでラウドボーンに引いて物理も受けれるよっていう状況になるはずだから、こっからラウドボーンで全抜きはされたくないな。どうやっていこうか。そうだよね、ラウドボーンだよね。5ターン果たしてフレアソング耐えられるのかって感じもあるけど、いや、これはね、絶対フレアソング連打なんだよね。
で2発で落ちるじゃんこっちのサーフ号で、もう1体がセグレーブでしょ。セグレーブは別に何とでもなるんだけど、パルシェンがもう使い道にならないから、フレアソングでバフ上げられてる暇ないな。トリックして食べ残し奪うのも面白いけど、トリックで食べ残し奪ってで一回耐えるじゃんサーフゴで、耐えたらその後にパルシェン捨ててこれでいこう。光の粘土ってさ、持ってる時にスキル技のリフレクターとか壁張ったらっていう効果だよね多分ね。今現状後から渡されてもプラス3ターン追加しないよね。なのでこれで効果、これで交代する。サーフを残す大丈夫だよね。そう大丈夫 OK。 ここでパルシェン、もうこれはちょっと一回パルシェンで受けます。もう鬼火もあって使い道ないんで、一回パルシェンで受けて光の壁を消す。食べ残しの回復をできないようにする。ここからもフレアソングの火力はとんでもないことになっちゃうんだけど、これはもうしょうがないんで、さあパルシェンやられて光の壁のターン数稼いで、でドラパルトで、ここでやるべきはドラゴンアローではなくゴーストダイブで光の壁を消す。あと2ターンだもんね。 OKOK、 ちょうどいい。じゃあこれゴーストダイブしましょう。弱点だしタイプ1、まあ、フレアソング打ってくると思うんですけど、まあシャドーボールか、普通にドラパルト落としたくてシャドーボールってくるでしょ。これゴーストダイブして光の壁消してでダメージ入ります。で物理ね、今ね物理系ではあるけどリフレクターは張ってないんで、で次のターン光の壁が切れてシャドーボールで落ちるはず。今鬼火やってきた相手。ただ問題はセグレイブだよね。セグレイブがサーフ号の上を取ってると、お引っ込めた、引っ込めた。セグレイブをやらせるの？お、マジ？セグレイブちょっと一番問題だったんだけど、ここ倒させてくれるんだ。これ倒させてくれるなら勝ちだね。これは勝ったんじゃないの？壁ないよ相手も。で俺のは全部素早い。この試合投げ。でも鬼火怠けるを持ってる可能性もある。こうフレアソング外してこの次のターン鬼火してくる可能性あるんでね。この次のターン俺鬼火してきたらもう入れ替える。入れ替えてサーフ号でやりに行くのもあり。おめっちゃ減るわ。あフレアソング OKOKOK いけたね。これはもう怠けるされても大丈夫と。え強くねえだろドラパルト。あれこれラウドも間違いなく物理系だよね。にしても強くない？ドラパルト さすがハチマキゴーストダイブ。火力やば。うん、まあするよね。まあでも大丈夫。これシャドーボール持ってないのかな、ラウドボン。さあありがとうございました。はい、それではアンドさんなのかよろしくお願いします。ドラパルト、道芸山の鉄の爪、ヒートルトム、羽ばたく神、ヘイラッシャー、天然ヘイラッシャー、なるほど天然ヘイラッシャー、ヘイラッシャー、フリーズドライを持っている鉄の爪、道芸山、うん、パルシェンは通らない気がする。磁場コイル、磁場コイル絶対欲しいな。これ磁場コ使いたいな。で初手で何が来るかなんだよな。ヒートルトムだったらやだから、まあ、オーバーヒートとか使ってくるよね、ヒドルトも確か。うん、これ、チーム、物流系なんだよな。包みの初手も嫌なんだけど、ドラッパー、磁場コイルサーフをできます。で、鉄の包みだったら、まあ、ドラゴンアロー、テラス切れば落ちると思うんだよね。
物理防御めちゃ高いから鉄の炭で、タスキが多いからぶち抜きたいドラゴンロード炭きたね。ただ相手も嫌がって羽ばたく神に入れ替えてくる可能性全然あるんだよね。でこだわってるんで、ここはドラゴンアロー打てないんだよな、突っ張れない。なんならドドゲさんとかに引いてくる可能性もあるんで、ここはトンボします。まあタスキを剥がすだけでも十分な仕事だと思うんで。ではレイビカ、うわめっちゃ減る。突っ張るならドラゴンアローでよかったんだけど、まあまあまあしょうがない。でレイビカフリーズドライカー、まあ、そこら辺だと思うんで、ここをどっちで受けるか。サーフォーかな、さすがにサーフ号で受けて、うん、これ受けれる、大丈夫で、スカーフ持ってるんで素早く勝ってるんですよね。これはねトニックとかじゃなくて普通に殴っていい気がする。シャドーボー行くか、もしくはシャドーボール読みで何が来る。あー、ドドゲザンか。ドドゲザン来るとちょっとやだな。でまあドロポンを打ってくる可能性もまあなくはない。まあ、ドロポン打ってくんだろうな、きっと。こっちスカーフだって気づかないもんね、最初はね。普通ね、シャドーボー打ちましょうか。普通に進み倒しましょう。はい、というわけでスカーフサーフ号で鉄の爪は倒していく。ドドゲザンだよね、そうだよね。まあしょうがない、これは。で、まあ、これ間違いなくアクワザ使ってくる。総大将ドゲザン使ってくると思うんで、ここでどうするか。サーフ号突っ張るのはちょっと違う気がする。でも ドラパルトもやられちゃうんで一発で、ジバコイル、ジバコイルでいこうか。さあ、ジバコイル、道下さんね。耐えたけど、まあ、次も一応まあ乱数か、耐えるとは思うんだけど、これどっちの方が早いんだろう。ジバコの方が多分早いんだよね。だからボルチェンしちゃっても道下さん打たれちゃうと思うんで、ここは10万ボルト打ちます。素直に削りましょう。瓦割り、まあ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 。で問題この後ね、かなり厳しいねかなり厳しいね。どうしようか、どうしようか。これドドゲザン10万ボルトあれしか入らないってことはさ、直帰じゃね。そんな気がするんだよな。でドラパンにしたとして不意打ちされたら死んじゃうんだ。不意打ちの可能性めっちゃ高いんで、サーフ号いきます。もう一回ちょっと考えろ。瓦割り、土下山で、アイアンヘッドじゃん。もう一個冬打ちだと思うんだよね、多分。で、これ冬打ち安定じゃないですか、ドドゲザンからすれば。こっちの攻撃食らわないで済むんで。で、これどうせ殴っても死なないんですよ。もうこれ結構これ積んでるんだよな。トリックじゃないか、これ。スカーフ送って冬打ち封印する。で、ワルダクに貯めて、ドドゲザンをその後抜こうとする。それでいこうか。多分それ以外無理だよね。多分突破できないよね。ドラバでも無理な気がする。シャドウボーで削って。いや、なんかね、直気な気がするんだよな、相手。トリックします。テラス、アクテラス、いやー不意打ちだったらめっちゃ嬉しいんだけど、これ不意打ちじゃなかったら負けなんだよね。もういや不意打ちじゃないわ。え、メガネじゃないよね。そうだよね、直帰だよね。耐えすぎだもんね。ただ不意打ち持ってないんだこいつ。マジか、これも無理かな。どうだろう、スカーフ持ってかれちゃったもんね。2段階、じゃあ1段階上がってる。いやでも1段階やったらまだドラパルトも早いか。ワンチャンあるか。テラスタルを切らせたっていうところで、まあ、ただ問題はこの裏だよね。裏が羽ばたかみやったら終わり。まあ確実に勝ちましょう。
のどけさんは倒せるんだけど、のどけさんは倒せるけど、裏が神だったら終わる。裏が羽ばたく神なら終わり。ただドボケザン、うん、え、耐えすぎじゃね？危ないマジで、結構ギリギリだ、硬すぎる。ラスト一体何？ラスト一体何だい？羽ばたく神以外でお願いします、マジで。へい、らっしゃ。いやー、落ちない気がすんな。勝てえよな、物理だよな、こいつ。あくび寝かされて、地割れ、ウェーブタックル連打、わかんないけど2発で落としたい。無理だ、2発は食べ残しだよね、多分ね。なだれ。いやー、めっちゃ減る。無理だこれ、硬すぎる。ヘイラッシャー半分いかんかった。しかもお盆だなこれ、多分お盆かコスメ。お盆ではない、ただ超えられない。いやー、ギリ残っちゃうね。はい、というわけでありがとうございました。大脇だって。それではモジャジャさん、よろしくお願いします。コメオザル、ブラッキー、セグレイブ、マスカーニャ、鉄の毒がカバルドン。いや、パルシェンからでも面白そうな気がするけどな。パルシェンサーフ号でもいいんじゃないか。で、こうした場合あと何がきついんだろう。サーフ号でパルシェンで抜けない可能性、ブラッキー。そうね、物理受け持ってくか、ガブで。セグレイブ、パルシェンから行ってしまった。パルシェンから行ってしまった。でセグレイブは巨剣突撃、つぶて、地震。まあ、こっちの方が遅いんで、針浴びましょうか。大丈夫か？いや、どうだ？つぶて耐えられるとは思うけどな。防御力激ダウンしてるけど、多分つぶては耐えられると思うんだよね。水氷だし。つららばり持ってこう。いきます。つぶては耐えると思ってる。殻破ってても。なんなら余裕で耐えるんじゃないか。さすがパルシェン、めちゃめちゃ硬いわ。73しか減ってない。セグレイブの巨剣突撃を、それしか食らない。あと、つば耐えるでしょ。うん、余裕だね。10ダメージ。さあ、つららばり行こうか。セグレイブやっていこう。いや、素晴らしきパルシェン。頼む。サーフ号の活躍のためにも。ここは頑張ってください。毒が炎毒、ブーストエナジー発動なし。まあでも殻破ってるから、これはつららばりでいいと思うんだよな、ぶっちゃけ。毒がはなんか技の種類が多くていろんなことができる。なんならエナジーボールとかも持ってる。草テラスが多い、そのイメージは強い。まあでもこれテラスは絶対切れないと思うんで、つららばりしますまま思うけど、まあ、つららばりして、で何を持ってくるか。メガネとかもいるよね。これ結構減ってるぞ、結構減るな。うわお、強っ。
パルシェン、そんなバカな、これもう全抜きでしょ。え、これもう全抜きじゃね、終わりじゃないこれ。先手技ないよねこの技ね。挑発ぐらい使ってきても、でも挑発って先手だっけそもそも。じゃあつららばり行こうか。落ちんじゃね、あ落ちるわ。あーとんでもないこと起こっちゃってるよね。動画パルシェの動画じゃないよ。あおもんのみ、よかった、パールシェンで終わっちゃうとこだったわ。これなら終わんないよね、大丈夫大丈夫。パールシェン気にちょっとやりすぎだよ、減りすぎだよ。ドレパーン、もう終わりでしょこんな、どうやっても勝てないでしょこんな。あのサーフをあげるよ、最後の活躍のサーフゴ、頑張れ、これからも使っていくから。じゃあ最後は見せ場作るためにゴールドラッシュしますか。相手のテラサル考えろ、ノーマルテラスあるよね、ゴールドラッシュをノーマルテラスしてきて、あしてこない。ありがとうございました。